美しい。もう何が起こってるか分かんないぐらい美しい。操作してる俺がちょっとたまに分かんなくなる時あるから把握はしてるんだけど、画面今どんな剣の振り方してますみたいな時があるから結構画面眩しいかと思うんですけれども、ちょっとねあのご視聴の際はご注意ください。今日はね、ジャイアそして新武器サン&ムーンをね、活用したジャイアの、鋼耐久の遊び方を軽く紹介する動画です。まあサン&ムーンとジャイアだけじゃなくて攻撃の際には敵への状態異常付与ということでエピタフを採用しています。まあ採用って言ってもね敵がいるところに非エイム状態でバカスカ撃って状態異常かかったなよしっつってサン&ムーンで切りつけていくって感じなんですけど、新武器のサン&ムーンなんですけれどもジャンルはデュアルソード枠に入るんですが、スタンスがマウンテインズエッジかな。まあこれは完全新スタンスということで、まあまるでね踊っているかのような、振りがたくさんできるもので、このスタンス自体非常に使いやすいものだと思っています。まあただしね、まあ、もちろんのこと攻撃速度を上げた上でということですけれども、まあちょっとねフィニッシャー攻撃長いなっていう感じはあるんですが、まあかっこいいからいいかあんまり使うことないしっていう、まあ、感じなんですが、まあ、普通に振る分には全然ね、使いやすくて、今回はねコンディションオーバーロード、ブラッドラッシュ、ウィーピングワンズ、オーガンシャッター、バズキル、そしてショッキングタッチ。このねショッキングタッチとバズキルは属性枠ということで設けています。今回、ジャイアンを使うにあたって電気属性を使っていこうと思ったので、もう時代は電気ですよねみたいな戦い方をやりたかったんで感染切断で使いたいところをちょっとあえて電気を盛り込んでさらにバズキルを入れるという構成にしてますが、まあ感染切断使うんだったらここは、霊気と毒とか敵の弱戦属性に合わせるんだったら腐食に入れるとかね、まあそんな風に調整の効く枠となっています。で、バーサーカーフューリーを入れて攻撃速度を上げつつ、プライムドリーチを入れると次元山になりますね。この武器若干の相当広くなります。キャラに2人分ぐらいの距離届いてんじゃないかな。まあこういう乱戦状態の時とかね、自分が敵に囲まれているような環境では攻撃範囲上げるのも1個ありだったりするので、ただフォロースルーが 0.6 なんで、まあ、あの敵の巻き込みすぎには注意というところですね。まあ、ただその点はね、あの武器だけのキルじゃなくて、今回はジャイア採用してますので、ジャイアのね持ってる電気属性の、そのドットダメージで敵を倒すこともできるので、まあそのフォロースルーの観点気にしすぎることもないかなという戦いでした。まあ武器依存になりがちのフレームに持たせる際は、攻撃範囲の上げすぎに注意というところはあるかもしれません。はい、ジャイアの構成はスティールチャージで威力をブラインドレンジとアンブラインテンシファイで上げています。で効果範囲をアルコンストレッチとオーバーエクステンデッドで上昇させて、効果時間をプライムドコンティニティで上昇です。あとはねプライムドフローを入れつつ、ジャイアのね、新増強モッドを採用して、これでね効率よく、敵を倒していこうという感じの構成です。でローリングガード採用しています。で1番は、ヒルドリンのアビリティを移植していますので、いざという時に敵の、シールドか装甲を抜いてですね、そこから自分のシールドに変換していくという感じなので、シールド破られたらローリングガードを発動してピラージュ発動して自分の生命線を確保する。そして、まあ、2番で敵を巻き込みながら、まあ、3番4番は常時発動なんで、もうね放っとけば OK みたいなところで、まあ、適宜1番と2番を使いながら敵を処理していくという感じですね。まあ、電気ドットも強いし、今回使ってるサン&ムーンもね非常に良い火力を誇ってくれるので、まあ、フォーカスはユナイルを採用しているので、エクシマスとかねそういう硬い連中は装甲を抜いてから一気に、ドットダメージとサン&ムーンの火力で掃除していくという感じです。まあ切断も結構強力に入るんでね。でさらにサン&ムーンのね、火力の助けとしてエピタフ採用しています。こいつでね属性を付与して、サン&ムーンに入っているコンディションオーバーロードをね、ダメージ増加を促せば、まあ装甲の上からもゴリゴリと敵のヘルスを削っていくことができるので、まあこいつもね現状相変わらず、敵の処理を大きく手伝ってくれてますね。まあただね今後の AOE 調整が来た後どうなるかちょっと分かんないね。これも一応その AOE 武器のジャンルに入ると思うので、実証が入っちゃうのか、どうなのかっていうその観点は今後様子を見たいところではありますね。まあでも現状はね紹介映像内のようなことが普通にできるという感じです。
流れとしてはジャイアンの2番で敵を集めてそこにエピタフ打ってサン&ムーンと、ジャイアンの電気ドットで処理をしていく感じですね。でまあ今回ねサン&ムーンをなんでジャイアンに持たせたのかって言ったらなんか振りがすごい踊ってるみたいだったんだよね。このテシンのサン&ムーンのそのスタンスの戦い方がぐるぐる回ってねすごいなんか綺麗だなって思ったんでまあどうせだったらこの踊りバレリーナか、うん、それをねモチーフとしたジャイアンに持たせて美しくあのしびれろみたいな戦い方をねしてほしいなと思ったんで今日はこんな動画を撮ってみました。まあこれはまたね、属性変えてサン&ムーンを毒に変えればコーパス勢にも通用すると思うしあとは立ち回りの問題だとは思うんだけどまあ鋼の道のりのみならずいろんなところでね、活用できる武器の一つだと思うのでまあ今回はサン&ムーンジャイアとの相性みたいな感じになりましたけれどもまあこれからもねいろんなフレームに持たしてあこんなこともできるんだなっていう発見をねちょっとゆっくり、見つけていこうと思います。まあアコライトの処理もねもう全然余裕ですね。まあ走行抜いちゃってるんであれですけれどもまあそれでねあの爽快感あるハイスピードな戦いを、展開することも可能だったりするのでまあサン&ムーンね他にもこんな使い方あるみたいですよとか俺はこんな風に使ってますっていうねまあ皆さんのウォーフレームライフの中での気づきなどありましたらそちらもねコメントしていただければと思います。はいということで今回はジャイアとサン&ムーン、こんな風にね遊んでみたよと、モッド構成のご紹介でした。またね、こうした、短いながらの遊び方紹介とか、まあ、がっつりの遊び方紹介などなど、まあ、そういった動画出していますのでこの機会にチャンネル登録や通知の設定を行っていただければと思います。皆さんのね感想コメントや情報シェアもお待ちしております。それではまた別の実況動画でお会いしましょう。ハピネスダークのハピネスでした。またねバイバイ。